で。じゃあということで今日は壁掛けテレビに挑戦してみたいと思います。で今ちょっと箱から開けたんですけどいっぱい部材入ってますね。今回はネットでこれ購入した部品でまあ純正の部品ではないんですけど結構安くて 3,4,000円ぐらいで購入した壁掛け用テレビのキットになります。結構重量ありますね。で丁寧に水平器までついてます。これで斜めになってないかどうかをちゃんと見て取り付けてくださいということですね。この HDMI もサービスでついています。今回取り付けるのが、このテレビですね。パナソニック、50インチのテレビになります。で、まあ、ちょっと純正の壁掛けの金具を探したんですけど、まあ、今回なかったのでこの、まあ、どのメーカーでも対応できますよみたいなやつがあったのでそれを使ってうちの事務所ですねの壁につけたいと思います。すでに説明書が そう、なんかね、最近ね、うん、壁掛けテレビが薄くなったから、うん、壁に掛けたいんですよねみたいな要望が結構あるんですよ、うん、でこれこういった金物使うんですけど、うん、テレビ重いんでね、うん、壁にこう固定するのに下地ないといけないんですよね、三重さん。そうです、下地が。で、普通はですね、下地入ってないんですよ、壁の間。大体45センチ間隔で、うん、間柱、柱みたいな、うん、入ってるんで、うん、その柱が入ってるとことか、間柱しか釘が効かないんですよ、うん、ここは、まあね、こうつけることを見越して、うん、コンパネが入ってますんで、中に。はい、どこでもつくんですけど、うん、普通の家はつかないので、うん、テレビかけ壁掛けテレビをしたい方は設計の段階で、うん、壁掛けテレビにしたいですと伝えとかないと、うん、下地がないのでつけるのが難しいです。ステージか釘さっきそら鉄がこれこれが便利なんです。こう当てて開けてみて。こんな感じ。左折です。止まらんちゃう。下地がないバージョン。
はい、ということで完成です。結構いい感じ、角度も変えれるし、結構前に出ますね。出そうと思ったらかなり前に出せて、なんと角度も自由自在と、かなり金額の割には相当いいですね。これまあテレビはあれですけど、金物は本当 4,5,000円なんで 3,4,000円ぐらいかな。ぜひ皆さんもやってみて。こんなに落ちちゃって。